はい、ザーゲームギャラリーチャンネルです。今日ご紹介するアイテムはこちら、イザリビーですね。おかずブランドさんがですね、2014年春のゲームマーケットにて発表されました作品です。今日はこちらの方ご紹介します。はい、イザリビーですね。コンポーネントからいっていきましょう。裏面で全体の、よいしょ、こっちかな、全体のですね、ゲーム内とかですね、カードの紹介とかが書かれています。3人から5人で、まあ、45分プラスという状態ですね。で、中を見ていきますと、マニュアルですね、8ページほどのマニュアルが入ってまして、あとはクッションと、あと当日ゲームマーケットの方でゲームの内容を紹介されましてですね、まあ、イラストが入ったチラシを配られてましたので、これをちょっともらってきました。で、カード式ですね。ビニールの方は私自分で入れてます。これと、魚介類とコアラスコマと、パフネと、まあ、プレイヤー用のコマということがありますね。あとは、こちらですね。まあ、プレイヤーのですね、まあ、お金ですね。お金出すボードですね。まあ、お金が今回 VP のと直結してるという変わったちょっとシステムになってますんで、まあ、お金兼 VP ボードというものと、感じのゲームボードですね。まあ、ゲームボードと言いながら、まあ、厚紙のものですので、まあ、折りたたんですぐしまえるタイプですけども、まあ、このゲームボードというのが一式入っています。じゃあ中身でちょっと細かく見ていきます。はい、ざっとゲーム全体のですね、コンポーネントを展開してみました。まあ、こんな感じの全体流れになってるんですけども、このゲームですね、イザリビのですね、基本的なコンセプトは、まあ、こちら漁場ですね。漁場の方にたくさんの魚介類が、まあ、基本的に前ラウンドやってくるので、まあ、こちらの方に自分の船ですね、船の駒を移動させて、そっちで漁をして自分の、よいしょ、自分の能力を表す、まあ、移動力とか漁獲量を表すボードなんですけど、まあ、ボードしか紙ですよね。まあ、こちらの方に戻ってきて、港の方まで、船着き場になってますけど、ここまで来るとこちらに市場があるので、まあ、売れると、まあ、そしてお金儲ける、まあ、これ基本コンセプトなんですね。でポイントになっているところがこちらの市場なんですけども、ラウンドを進むにつれてですね、まあ、たくさん、あ、これ買ってくれる人なんですけども、買ってくれる人が増えてくるわけですけども、買ってくれる人がこれだと黒色が2つなんですけど、実はエビを表していて、ここにあるのと同じなんですけども、まあ、エビを最大2個まで買いますよ、1個につき3円で買ってくれますよ、まあ、こういうのを表してるんですね。なので逆に言うと、エビを2個以上持ってきてもこれと買えないわけなんですね。で残りのカードの中で、まあ、1ラウンドの中でこう手番が進むにつれてだんだんこう明らかになってくるんですね。例えばこれだったら青色ですね、アジなんですけども、まあ、アジが3個まで1個3金で買ってくれるよというカードね、これがだんだんオープンされてきて、まあ、こう大量買えますね。これだとエビが4匹まで買ってくれて1個2円、ただちょっと安いってことですね。でどんどんこうめくられていくわけですね。まあ、第1ラウンドだとまあこれが全部になってしまうんですけども、これ見てみると黒、青、黒、黒、黄色なんで、実は赤色はないんですね。赤色は実はここの一番奥にあるタイなんですけども、タイが本当は購入してくれる価値は一番高いわけなんですけども、たまたまこういう並べになってしまったら、わざわざ遠いところまで行って、まあ、タイを取ってきても、まあ、買ってくれる人がいないということになっちゃうわけなんですね。で青色の場合だと、青色のアジの場合だと、今回の場合ここにこれ何個湧いてくるかっていうのを示すマーカーなんですけども、まあ、6個って書いてあるんですけども、今回の場合はですね、青は1箇所しかないので、まあ、3個しか買ってくれないわけですね。これしか、これですね、これ3個しか買ってくれないのに、まあ、6個出てくるので、まあ、3個まで持ってきた人の早いもん勝ちだという形になるんですね。この辺のところがですね、まあ、読み合いのところになってまして、まあ、最初はさっき元に置いてましたように、一番最初の札しか見えてなくて奥は隠れているわけですね。まあ、こういう状態になっているわけですけども、まあ、こういう状態の時にどのぐらい奥まで行って、こっちから手前からハマグリ、エビ、アジ、タイになってまして、まあ、もう少し出る時もあるんですけど、まあ、基本的に奥行くキャラクターの方ほど高く買ってくれる可能性が高いと、まあ、買ってくれる値段に幅があるので必ず高いわけではないんですけども、買ってくれる可能性が高いと。でまた何個買ってくれるかは、そのラウンドの中でステップが進んでいかないとわからないということになっている。どのあたりまで行ってどのあたりまで漁獲量を取るかっていうところが駆け引きになってくるわけですね。だから手前の方で見えてるやつを先に早く帰ってきて売った方が、もうこれだと この状態だとエビはもう売れないかもしれないしっていうことをあるということと、ただ次のラウンドにもある程度持ち越すことができるので、まあ、奥まで頑張っていってタイを持ってきて、今回売れなくてもまあ次ラウンドで売ればいいやっていうことができるわけですね。で、まあ、適当なところでまあラウンドを抜けていって、まあ、全員抜けたらワンラウンド終了という形になります。でこのゲーム面白いのはですね、そのラウンドを抜けるって早く抜けると大体不利なんじゃないかということがあるんですけども、ちょっとそこがうまく工夫されてまして、
この5枚の協力者カードっていうのがあるんですけども、これマイラウンド抜けると抜けた人から先にこれをタダでもらうことができるんですね。で使って終わったらまあ次ラウンドでまた元に戻すわけですけども、序盤からですね終盤まで非常に有効に使えるのが、早く抜けるとですね一番最初にあるこの相場師ですね、相場師とこの大工っていうのが非常にいいわけなんですけども、まあ、相場師さんの場合はですね、ここの最初に裏面に出てくるやつを自分だけ3枚見れるんですね。このゲーム最大で7枚までしかめくらないわけですけど、最初1個はもう表になってるので6枚裏になってるうちの3枚自分だけ知れると、 50% 先に未来の情報を知ってるって非常に有利なので、ある程度見切っても相場師を取ってしまうと、取ってしまって次ラウンドの情報を先に知っているという動きができるというのはなかなか憎い能力があるわけなんですね。で大工はちょっとまた別で、このゲームで能力ですね、セルトインディアで出てきたような、まあ、船の移動力と船の漁獲量っていうのをまあ上げることができるわけですけども、これがまたお金が結構高いわけですね、一個一個が。で最初に言いましたようにお金が VP ですね、ビクトリーポイント勝利点に直結しているので、例えばここだと9ポイント VP を払うというのを同意義なんですね、この能力を上げるのと。なので、これをですねこのダイクっていうのを手に入れると、ラウンドから抜けますよっていう宣言したにもかかわらず、すぐ能力を1個だけ上げることができて3円補助金がつくっていう非常にいい能力なんですね。手番を消費しないのに能力を上げることができて、まあ、補助金もくれるということがあって、まあ、他にもいくつか能力があるんですけども、どれも先着1名様でラウンドを抜けた順で選べるということで、ある程度もうこのラウンドを見切ってしまって抜ければ、あちょっと僕次のラウンドをかけようということもできるし、もうギリギリ前残って次のラウンドのように大量の魚を持っておくというのもできます。ただし、よくある話ですけども、次ラウンドに持ち越せるですねここに置いておくわけですけども、ここに置いておける量に限界があるわけなんですね。初期状態だと1個しか持っていけないので、それ以上持っていくと腐ってしまって、しかもペナルティー払わないといけない。ペナルティーで払うってことは VP がなくなるってことなので、売れないは VP は減るわって二重に苦しいということが起きるわけなんですね。まあ、もちろん能力でですね、別の固定の能力っていうカードもありますので、固定の能力カード1回買ったらまあずっと買えるっていう能力もあるので、固定の能力で自分の保管能力を上げるということもできるので、まあ、それを買って買うかと、結局買うってことは VP を払うってことなんですけども、まあ、そこをどのように考えるかっていうのはまあなかなか憎いところなんですね。なので、まあ、マイランドですね、どのぐらい出てくるかと、どのぐらい漁獲量が出てくるかって、まあ、ラウンド最初は分かるんですけど、それはある程度読めません。すごく少ない場合もありますし、ここ2個余ってるようにもっとギリギリまで出てしまう場合もあります。ただ必ずタイは奥の方に出てくるので、価値が高いやつは遠いということですね。逆に遠いところに出てきたら足の速い船を持っている人は有利なんで、その人しか取れないかもしれないということと、まあ、どのぐらい売れるかある程度わからないので、できれば先の前のラウンドで早く落ちて相場師とか見て情報を知りたいけど、そうしてると漁獲の方は誰か取られてしまうというところのジレンマを抱えていて、なかなか憎いわけですね。先日プレイしてみた時もですね、まあ、能力を伸ばしてみたんですけども、終盤のラウンドになって無理に能力を伸ばして漁獲量を上げてやろうと思うとですね、まあ、VP を払いすぎてて、まあ、結局最終的に VP 届かないというところがあるので、どのぐらいの能力を伸ばしてどのぐらい漁獲量を見極めれるかっていうところがなかなか渋いゲームですね。はい、ザ・ゲームギャラリーチャンネルの春99でした。イザルビの紹介でした。